はい、フォールアウト76、続きやっていきたいと思います。本日、3月18日ですね。はい、ユーティリティ、本日は何かな？無料解体キット、これ使ったことねえんだけどな。はい、まあそんな感じで本日も開始していきましょう。はい、ね、前回パート以降ね、起動してないんで、ね、ディアブロ4のオープンベータがあったんで、夜中1時に起きて、ちょっと遊んでて。で、結局、いつもさ、3時、4時に起きて、フォールアウト76の、日をまたいで、変更された、更新された、デイリー、ちょっとね、こなしたりしてたんだけど、今回パートね、今回はもう、まっさらな状態ですね。ハイボール飲みながらやっていきたいと思います。はい。レベル221まで上がっております。前回パート以降ね、ザピットの方に行ったりしてね、ちょっとやっておりましたけど、荷物整理から始まるかなと思ったけど、今ね、ちょうどね、2分ぐらいなんで、このままイベントの方向かっていきましょう。なんか、重いマーク出てるけど、まあ行きましょう。今回は氷の手、攻撃時に標的を遅くするということって。この間にちょっとさ、どっかパーティー入れてもろて、行きましょう。はい、そんな感じ。再びさ、ガウスミニガンじゃなくて、わ、ちょっと余計なものいっぱい持ってんな。うん、ツーショット。ガトリングプラズマを使っております。ま、行きましょう。まあ、鉱石、掘りながらね、行きましょうか。もう開始して、4分30秒くらい経ってんのかな？んなことなかったっけ？ 8 分系のクエストだっけ？知らんけど。売ってますね。回収回収。ちょっとどっかで湧いて、まとまった数倒したら、本日のデイリーチェックしていきましょう。お、湧くか？めちゃくちゃ空いとるわ。ディアブロ4のオープンベータだけど、昨夜ね、1時から開始したんだけど、最初の方はね、サーバーダウンとか、いろいろあってさ、で、次ログインするのに1時間待ちとかなったんで、レベル2に上がった状態で終わってたんだけど、さっきね、比較的すんなりログインできて、ちょっと遊べてね、遊べたんで、こっちの方にね、移動してきましたけど、全然敵と戦ってない感じのさ、ここに来てさ、はい。まあいいか、撃たれたら。はい、そんな感じで、エピックチャレンジ。ね、中毒治すがあと2になっておりますね。で、ぬかクレープを飲む2。シーブスカッチを倒す1。ブラッドイーグル倒すレベルアップ。これもいけるね。デイリーオフス。これもいかないと。パブリック。で、これ、今クリアしたのでいけるね。ぬかクレープを飲む、ちょっと見てみようか。ぬかクレープ持ってたっけな。ぬかクレープねえな。どうだ、ぬかクレープ入手しないかんね。あー、ちょっと待って。あんまいっぱい取ってられんけど、重くなる。
キャップ、たま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 筆尺まで取ってシェルシェルシェル。ぬかコーラを飲むってのあったよね。ねえか、ぬかクレープ飲むに？あ、いずれかのフレーバーのぬかコーラ集めるだから入手しないといけないのか。まあ、ぬかのとこ向かいます。わー、気づいたら目の前にいるじゃん。あ、いい。回収回収。あー、全然なんか手荷物ちょっと整理してえな。まあ、シープスカッチね、若干気になるけど、あの、ファーストの自宅のさ、近くのさ、駅のさ、とこにさ、湧くことあるから、そこの方にちょっと一回チラッと寄ってみようかな。あと、やっぱり、まあ、いつものことだけど、デイリーオプス。発生したらそっちの方優先的にやっていきたいと思います。ね、気づいたらさ、コアの方がさ、あの、銃のコアね、プラズマコア。11個もあるからね。そっち出ちゃうか。で、そろそろ脱出？戦ってはるでー。 OK。 えらい動き早いじゃないか。全然経験値表示見てねえけどさ、そろそろ脱出か。みんなのとこ合流しようぜ。帰ろう帰ろう帰るぞみんな。シャフト構造が崩壊しています。本当にこっち合ってる。全職員は最寄りの出口へ向かってください。退避を行わなかったので伝説だって。人は責任を負いません。死体どこ行った。伝説だからちょっと。今頃ちょっと発生とかなってんだけどさ。まあいいや。まあこれ終わったらぬかコーラのとこ行きましょう。ボンツワンとこね。だからシープスカッチも比較的そこにいるからね。のクエストルね。スピンザウィールとかかなり高確率で合うから。うん、はい。なんか、荷物もらったらさ、手荷物いっぱいになっちゃいそうな感じがするぞ。はい、お疲れさんでした。なったね。パブリックイベント1、完了。ということで、とりあえず報酬だけ見てからちょっと移動しますか。2だって。ちょっと酒飲む？グレープ1本あったわ。今の報酬でもらったのかな？これ、アルチになんのかな？あ、なるね。はい。フュージョンか、ミサイルランチャー。はい、いただきました。まあ、ポットイーグルも倒しに行かないかんしね。皆さん殺到してそうだぞ。ね、食事作るのがないだけで、他の分解とかさ、修理とかさ、あと、ベンダーもあるからね。いいとこよね。よし、まず行きましょう。まあまあまあ、処分したいのいっぱいあるぞ。
あと売りたいのもあるし、クラフトに変更していきましょう。ちょっとクロエ、買い取ってくれ。ヌカワールドオンツアーへようこそ。風船はいかが？ショートハンドメイドは分解したいな。ミサイルランチャー、あー、プラズマのやつも分解して覚えてもよかった感じするけど、あとラッターウェイもこんな、まあまあまあ、今ちょっとやることあるから行きますか。よし、ヌカコーラ買いに行こうぜ。あんたの顔いいね。はい、イスデカのフレーバーのヌカコーラを集める。オッケー、達成で、ぬかグレープを飲むで、達成で、ちょっとお腹すいたからなんか食べますか。オッケーで、どうなってる。あとシーブスカッチ、あとエピックチャレンジの中毒、ブラッドイーグル。じゃあね、行きましょう、あそこの場所。ここなんですよ。バークレースプリングスの駅。ここの駅の目の前に、結構自分は合うんだけどね。シーブスカチと。もうなんか体勢、モリモリだから戦うの嫌だから無視することもあるんだけど。あと確定脇の、ドッパツクエストでもいるからね。ここでよく会う。いいね。はい、じゃあ、ブラッドイーグル行きますか。ブラッドイーグルはどこにいる？わしのマークの、わしのマークの、わしのマークの、いました。ブラッディ・フランクス。うん、近いからそこに行きましょう。そうそうそう、ファーストが今この格好をしてます。まあ、せっかくなんで、到着したらクランベリーレディッシュでも食べちゃおうかな。ハイボール飲みます。お？不法占拠者の排除をセンサーが検知しました。はいはい。ここに立ち寄ってください。依頼したいことが出てくるかもしれませんから。ありがとうさんです。クランベリーレディッシュ。まだ3つか4つぐらいあった気がすんだけどさ。よし、行きましょう。ここですね。ブラッドイーグルいるところは、ブラッドイーグル10匹だっけ？ 10 体ね。ダメだ。オッケー。もう、狩られまくってるか？スコーチさんの声がするんだけど。いや、こんだけやってさ、いないということはいねえよな。どんどん移動していきましょう。10体だからちょろいかな。うん、あ、そうそうそう、ディアブロ4やってんね。オープンベータのさ、レベルも25まで上げないといけなかったんだけど、まだ8ぐらいなんだよね。やべ。オッケー。だからもうだいぶちょっと集中してやらないといけないかなって感じだよね。
おめえら誰と戦ったんだ。さっきはよ、終わりかな。残党ちょっといるぐらい。よし、武器がちょっと壊れ始めてるぞ。やべえな、一回修理に戻るか。どこにいるか知らんけど、クラフトパークだともう 200% まで修理できるからね。ちょっとローティング長いぞ。もしかしたらスピンザウィール発生しちゃう？よし。おいしちゃった。弾入れちゃって。いいよね。はいはい。じゃあね、パーク変更して、クラフトにして、武器、作業台で、修理しちゃいましょう。おいっと。これでしばらくいいぞ。よし。向かっていきましょう。なんかさ、パワーマンの燃料もだいぶ使っちゃってね、結構ダッシュとかしまく、何も考えずやってるからね、もうそろそろ2個になりそうな感じなんだけど。はい、じゃあ行きましょう。ですね、この周辺だとここですね。スラッジワークス。まあ残り5体だっけ。あっさり終わりそうだな。あと忘れちゃいけないのがクレーターのデイリーね。あれでちょっと好感度上げて、上げ切ってガウスミニガンの、モッドを交換しないといけないからね。ブライト。ブライトどこにあんだと思ったらこういうとこにあんだよな。さて、行くぞ。オッケー。ここピンってならないね。黒色ピストル。おい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 。右に2体ぐらいいる？テイダーパワーマン。ここにボス的な、ああ、目の前。よし、達成。あと、せっかくなんで、ボス殺していきますか。こいつら火炎放射かわからな。はい、お疲れさんでした。なんだ？ロールプレイチームって。なんなら、デイリーオプスとかやってくれてもいいんだけど。おっと、なんかいるぞ。レイダーシフだって。ちょっと分解してんだけど。お前、ボスマンのカルトどもには会ったか。あいつらマジで頭がイカれてる。うん、オッケー。じゃあ向かいましょう。シーブスカッチを倒す、これはまあちょっと無理なんで、デイリーポスト後にウィークリーね。次の目的地に行きましょう。なんかまあね、シップス価値か枠クエストを発生してくれないとどうにもならないからね。まあそうこうしているうちにもどっか確定分けの場所は必ずあると思うんだけどね。エンクリプト、クリプト、クリプト、
なんかしなくても。そんな感じとさ、あのぬかわら丼ツアーの近くのところで発生するとこも、ああ、あれは違うか、ロボがシープスカッチの皮をかぶってるだけよね。電気を倍に増やすか、奇襲中に通じ。はい、まあこれはちょっと優先していかないとな。かっこいいね。いやーでも刑務所じゃなくてよかったかなって感じだけどね。刑務所の方は若干なんか出たりエリア移動もあるからめんどくさい感じはあるんだよね。気づいてない。まあここも場所によるんだけど、やっぱいつもながら裏にレーダーいるんだな。ワンダラー、あと一個、あと一個地下。AP 回復回復。あー迷う。どこ行くんだよ。オーケー。足音が近づいてきてる。近いな。そこだ。こっちか。オッケー、これで達成。まあぬかポーランとか戻りましょう。なるほどね。まあこのタイミングではレベル上がらないけど、まあピットとか行けばちょろいんだけどね。だからピットの方ももうかれこれさ、数日間さ、ホワイトスプリングのデイリーあれもさ、もう溜まってんだよね。もうクリア、話しかければクリアなんで、なかなか自分で燃料使いにはいけてなくてね。ログアウトってやつか、今の人。よいしょ。よし、作っていきましょう。うん、パワーアーマー着なくてもこのままいけそうだね。あと、金塊の交換もしたいしね。まあ、時間も時間で、さっきさ、発生して、まあ、かれこれ25くらい経ってんだけど、ちょうどいい感じかな。なんかみんな抜け始めてんだけど。みんなディアブロ4オープンベータ行っちゃう？カズナさん、リーダーに。誰かと思えば。まあでもこのタイミングで誰かデイリーオプスね、立ててくれるかもしれないんで。ここじゃ誰も。次にメグと話す。よし。まあデイリーオプス行きましょう。
いい感じじゃん。どうだ、手荷物317で PA に乗っていかほどになるか。いやもうみんな結構現場行ってんな。まあ全然 OK だな。ここに戻ってきてもいけるわ。はい、じゃあまあそんな感じで今回パートはね、このデイリーオプス終わらして、レベル上げてね、ダブルで終わらせていきましょう。なんだ、まあ FPS しまーす。あと2、レベル上がるかな。よし、コードを持ってる敵の情報が手に入った。どこです？それがあれば盗聴器を一つ停止できる。細かい情報はないから基本的な感じ。そっちついった方がよかったか。コードを入手。クールスカイさんのとこかな。いやーこれで十分強いよな。はい、自分じゃなかった。騙されて警備を任された連中には気の毒だが、こっちはまた別のグループを始める必要がある。固まってましたね。お、湧いた？あと1体。こっち側にめちゃいる感じね。新しいコードキャリアを検知した。はいはい。近くの敵の中にいるはずだ。注意を引かないように。これじゃねえだろう。あー、出ちゃった出ちゃった出ちゃった。はい、じゃあ殺していきましょう。敵カーソル全然見えねえんだけどさ。見えた見えた。2体。で、ここにもいそうだよね。いねえんですけど。いた。コードキャリアの強力な信号を検知。おっきい。ボスか？気づかれる前に攻撃しろ。必要ならチーム全員で連携して倒せ。あのコードが必要だ。HP がちょっと減ってる。めんどくさい、全部回収。はい、お疲れさんでした。パブリックチームでレイリオプス完了すると、レベルが上がんなかったか。はい、まあ戻りましょう。さて、そろそろね、あの、BUMS リコンアーマーの銅が欲しいんだけどね、銅だけ入手できてないんだよね。で、レア報酬のとこに、お願い。うわぁ。まあ、そう簡単には出ねえな。はい、まあ、そんな感じで、あとはね、レベル上がる。ぐらいかな。
まあついでに、まあアル中のやつは達成しちゃうかな。終わらせていきましょう。はい、よし、じゃあちょっとアルコール飲んでいきましょうか。はいはいはい、オッケー。でアディクトール達成、エピック中毒1725だからね、めちゃくちゃ大きいよね。はい、アトムと金塊250で、レジンダリー少々。はい、そんな感じです。あとは今ドキッとした証書がさ、ね、まあちょっとシープスカッチ待つのめんどくせえからサイロールいっちゃうか。エピック、デスクロの頭部に重傷を負わせる。若干ちょっとめんどくさそうだけど、ちょっとキャラ変えますね。ここがデスクロとアリの枠ポイントなんだけど、デスクローさんいらっしゃらないぞ。いた。はい、これでデスクローの頭部に重傷を負わせる達成ですね。はい、お疲れさん。大量じゃな。あとアリさんいればついでに買っていきたいんだけど、あとさ、ファーストこれ、このキャラクターがこいつがファーストなんだけど、あの肉食なんだよね。ちょっと草食系に変更したいなっていうのもあるから、でもそんな感じよ。はい、まあそんな感じで達成はしたんで、あとレベルアップだけだね。まあレベルアップの方もインデルだろ、さすがに。AP 減ついてないんだよな。OK。はい、お疲れさん。そう、やっぱ爆発射速、まあいろいろ考えるとこあんだけど、どのぐらいでレベル上がるかわかんないけど、とりあえずまあ報告行って今回は終わりましょうか。はい、到着しました。足音近づいてくるけど、さすがにこれでもレベルが上がんないか。レベル上がりませんね。はい、まあそんな感じで今回パートはここで終わりたいと思います。この後まあレベルは上がると思うんでね、またセカンドチャンに戻してその辺うろうろしながら終わらせていきたいと思いますけどね。うん、これもあと1回だな。オッケー、お疲れ様でした。ありがとうございました。一応報酬だけ見てね。はい、お疲れ様でした。